受胎告知は、イタリアの画家フランチェスコ・デル・コスサにより1470年に描かれた絵画である。ドレスデンにあるアルテマイスター絵画館に収蔵されている。縦に長いパネルの上部8割程度に、大理石で作られた建物における受胎告知が描かれており、山上の境界から下の2割程度に、キリストの降誕が描かれている。 カルトジオカイ修道士の肖像画面の右側に立つ聖母マリアの手前で三に沿うようにしてカタツムリが張っているのであるが絵の中の床の表面を張っているのか絵の外の三の上を張っているのかのいずれであるかは判然としない絵の外を張っているのであればペトルス・クリストスによるカルトジオカイ修道士の肖像の額縁の上に止まったハエと同じであると言える大天使ガブリエルは 背中に孔雀の羽を使った翼をつけ、頭部には演劇で使う小道具を思わせる輪をつけている。ガブリエルの背景は街の風景になっており、ガブリエルの右脇の下のはるか奥に小さく犬が描かれている。受体告知というキリスト教会画では馴染み深い場面の中にカタツムリや犬が挿入されているというのは極めて珍しい例であると言える。 その犬の向こうにある建物の上階の窓辺には、一人の女性がおり、子供を支えているようであることも確認できる。マリアの背景は寝室であり、大きな水盤が描かれている。父なる神が画面左方の空に浮かんでおり、そこから飛び立ったばかりの鳩は、天のように小さく描かれている。山形大学教授の元木光一は、カタツムリのような小さな生物を道具として、 トロンプルイユを仕掛けることは、薬とした笑いを生み出すために発揮するユーモアなのである、との胸を述べている。美術史野のダニエル・アラスは、手前に描かれたカタツムリと空に描かれた父なる神のシルエットの類似性を指摘している。ありがとうございます。